はい、76さんのブースにやってきました。はい、まあ支えてもらいましたね。我々の足元を支えてくださったのは、はい、世界10位まで支えてもらいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回はね、76さん、毎年その76さんのブースに結構ね、こうきらびやかというか、目を引く感じになってますけれども、はい。実際なんかこれもタイムアタックで目標タイムをね、このタイヤで達成しましたっていうことで58秒とかでした。だからスリップがないタイヤってすごいですね。そうなんです。なんかさっき走ると言った溝がないタイヤ履いたりするんですけど、このタイヤは本当に一般の普通に市販されてるタイヤでなんかタイムが出た。すごい。また GTR ですよ、大好き。そうですね。かっこいいですね、やっぱり。はい。ミスもいくらでしたっけ？2500万ぐらい。高い。はい。将来買います。はい。あとはね、結構オフロード向けのタイヤも今回多くて、あっちにジムニーだったりとか展示されてたりとかっていうので、結構展示の仕方も見て楽しめるなっていうのとか。LED パネルとかちょっとかっこいい感じ。おしゃれですよね。はい。はい。というわけで次のブース行ってみますか。行きましょう。はい。はい、白さん、今年の展示いかがですか。今僕たちも配信をちょうど見てたところだったんですけれども。いや、まあ86は結構ね、 BRZ もあるし、あとはね、クラウンが割とカスタマイズが多い、新型のクラウン。そう面白い、はい、クラウンも結構いろんなところがいじってるから、それが面白いね。あと、こういう車あったらこう嬉しいなとか、こういう車土屋さん逆に取材したいなっていうのもありましたか。どうだろう、俺はやっぱりこう 86BRZ が好きだからさ、庶民のスポーツカーが俺は好きなの。はい、わかりました。ありがとうございます。また今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。最後に一応これ今日配信するんですけど、見てる視聴者の方に一言お願いします。テリー土屋の車の話で。はい。テリー土屋の車の話ということで、まあ今日はね、東京オートサロンに来てますけれども、金曜日ですけれども、明日明後日はめちゃ混みです。ということで。よかったらね、皆さんも見に来てください。ホンダブースにやってきました。はい、気づいたらね、2人になりましたけど。はい、なんか、ひろきさんがとても忙しいということで、ここからはですね、2人でお届けしていきたいと思います。頑張ってきます。はい、というわけで、さやちゃん、ホンダにやってきました。はい、なんかホンダの車は、なんかレースの車が。そうですね。はい。なんか気になる車ありますか。これなんか見たことないなとか。これがすごい今見てかっこいいなってずっと思って。これはシビックのレーシングカーで、スーパー GT っていう、日本で一番人気のあるレースのそのホンダの車。もともとね NSX って聞いたことありますか。あります。それをベースにして戦ってたんですけど、今年からシビックになると。いうことで、はい、その車のまあ今展示がされてますよっていうことで、まあ他にもあとシビックのレーシングカー、他のいろんなレースあるんですけど、その各カテゴリーのレースの車が展示されてたりとか、あとはこっちにあるのは、はい、あれですね、無限ですか、もしかして。いや、これはね、違うんですか。F1 なんですよ。F1 なんですね。はい、スーパーフォーミュラーと無限のねチームあるんですけど。はい、これはね、レッドブルの F1 の車です。かっこいいですね、形が。形も独特なんですけど、大きいですね。大きいですね、確かに、タイヤも。見てみますか、もっと近くで。あの中に入るんですね。あの中に、はい。狭いですね。もう最高時速はもう300キロを余裕で超えます。速い。この車は、実はハイブリッドなんですよ。ハイブリッド。っていうと。エンジンとモーター。普通の車って昔はエンジンだけだったんですけど、今はそのエコも含めてハイブリッドっていうのがずっとね20年ぐらい前から流行ってるんですけど、この車は F1 で速く走るための車なんですけど、電気も一緒に使ってる。じゃあ静かなんですかね、音は。静かじゃないんですよ。速く走るためにモーターを使う、電気の力を使うっていう車なんです。あとはね、タイヤがすごい太かったりとか、なんかね見たことないパーツがいっぱいついてると思うんですけど、1台壊したら10億円の責任です。高いんですよ、普通じゃ作れないから、っていう車ですね。はい、ということで、まあ、もう1台ね気になる車があったということでやってきました。ね、先日まだ発表されたばかりの WR-V ということでね、結構コンパクトな SUV まあ、SUV っていうと、まあ、結構アクロとかちょっと道悪いところも走れちゃうよみたいな車でちょっと車高が高かったりとか、はい、ああいうふうにいろんな感じでこうアウトドアが楽しめるような車っていう言い方が多分そうですね、キャンプとか、はい、分かりやすいかなって感じなんですけど、はい、っていう車を、まあ、ちょっとホンダさんがノーマルから少しちょっといじった車になってますね。結構可愛くないですか、色も。そうですね、はい、おしゃれな感じで、結構ファミリーカーとしても使えそうな、はい、なんか可愛いなと思うところとか、ここかっこいいなと思うポイントありますか？ここのフォグランプが、はい、可愛いな。黄色なんで色味もね、可愛いですね。はい。本田さん、ぜひ試乗の機会をよろしくお願いします。はい、というわけでスバルブースにやってきました。久保さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞ皆さんよろしくお願いします。というわけで久保さん、スバルブース、はい、そして今日発表ありましたね。ありました。プレスカンファレンスありました。なんと、はい、今年はニュルブルクリンクの24時間レースにこのスバル WRX 4とともに行ってきます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー。去年ね、実際に自分でニュール行ってライセンス取ってっていうのをしてきましたが、まあ、その中で、はい、テストも実はこっそりやってて、で今年はそのドライバーとして選んでいただけたので、はい、とっても嬉しい気持ちでいっぱいでございます、はい、そんなこの車の魅力とあとこのブース、はい、たくさんの方、ね、今日、明日、明後日来ると思います。うん、そのファンの方々に一言お願いします。スバルブースに関しては、まあ、レーシングカー、モータースポーツで活躍するレーシングカーもそうですし、そのモータースポーツで活躍する車から、皆さんの、お車へっていうところで、このニュール車から、S4 のシャープっていうのが出ましたし、あとは、BRZ、スーパー GT で走る BRZ から、STI パフォーマンスの限定車が、最後尾に並んでいるっていう形で、そのモータースポーツで培った技術が皆さんのお車にもちゃんとこう反映されてるんだよっていうのは、このブースを見て感じていただけるんじゃないかなと思います。はい、このスバルブース、今パッと見てみた感じで、なんかどれがいいなとかってありますか？ BRZ がいい。86が好きなので似てるから。出禁です。スバルブース出禁です。これあれですよ、スバル布教しないといけない。そうですね。まあ BRZ ももちろんかっこいいけど、この S4 っていうのもとってもいい車ですので、はい、まあ僕が今年ドイツに行くので、それを通じて応援してます。ぜひちょっと興味を持っていただけたらと思います。これはどこで見れますか？ドイツで見れます。ドイツで配信とかないんですか？はい、ありますよ。あります。けど、ドイツで。ドイツで。行きますか、一緒に。行きましょうかね。カリーブルスを食べに行きます。ぜひお願いします。はい。はい、そんなわけで、あとね、スバルブースこういう風にガンガンコンテンツもいっぱいあるので、ぜひ一日楽しんでください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで続いてはオートバックスさんのブースにやってきました。まあね、やっぱり土屋さんといえばオートバックスねのイメージもね強いと思うんですけれども、はい、今回ね僕が気になる車が1台あったんですよ。ちょっと行きましょう。はい、はいはい、こちらの車ですね、ガライアです。外車みたいな名前。はい、そうなんです。ガライアといえば僕スーパー GT でもう20年ぐらい前から一時期走ってて、もう参戦休止になっちゃって、まあ、ベースモデルってのはほとんど市販もされてなかったと思うんですけど、今回この EV で復活した理由をちょっとお伺いしたかったんですが。はい、オートバックスとして、どの車にも、バッテリーとモーターを積んで、EV 化ができると、そこを目指したくて、オートバックスのシンボルであるガライアを、まずは EV 化したというところですね。ありがとうございます。ちなみに仕様的にはどのような形になってるんですかね。その例えばバッテリーの、まあ、スペック、まあ、車自体のスペックですね、何馬力ぐらい出ていてっていうところとか、まあ、あとは航続距離とかもまあ含めて、まあ、あとは結構キャリパーも変わってかなり走る仕様なのかなと思ったので、そのあたりもお伺いしたいんですけど。足回り関係は今、ガライアの、そのもののノーマルの状態ですね。はい、はい。でモーターとかもスペックボードあるんで後で見ていただきたいんですけど、まずバッテリーに関しては、3キロ、3キロ、3キロ、で中に1キロワットの、バッテリーが積んであって、合計10キロの仕様になっています。はいはい。でモーターもこの下にあって125キロワットのモーターで、トルクでいうと、あちらに書いてあるのは、グロス表示で2500キロ以上の、出力を持ってます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと航続距離は、はい、今まだテスト段階で、実際には測れてないんですけれども、計算上だと80から100キロぐらいは今のところ走れるんじゃないかな。はい、ありがとうございます。ちょっと中も見てみてもいいですか？内装を見たことがなかったので。あ、なるほど。内装も、ほぼ当時のままで、はい、ただ椅子とかがやはり20年前の椅子だとお出しできる状態ではなかったので、今回、シートだけ変わってますかね、それ以外はほぼ、当時のまま、はい、この車というのは将来的にはどのようになっていくんですか？この車を、まずは EV 化するっていうのが目的だったので、この車をじゃあ将来どうするかっていう話は、社内でもレースに出るのとかそういうのは出てるんですけど、はい、決まってはいません。はい、ただ新しくいろんな可能性を見出すっていうお車になっているってことですね。はい、ありがとうございます。室内の、本来ここにですねガソリンタンクがあったんですけど、そこの部分にキャパシタという1キロワットの、はい、まあ車でいうとターボチャージャーのような役割をするものがこちらに積んであります。はいはい、すごいですね。なかなかここ開けたところ見ることはないですけど、すごく分厚いですよね。ここのサイドシルからここに乗り込むまでの間も。そうですね。ただ、ここはですね、何も配線とか、が通ってるだけで、なんて言うんでしょう、ボディ構造としてはここですね。アルミの、はい。じゃあボディ自体の骨としてはかなりもう細いというか。あ、そうです。はい。ちっちゃいんですね。全然知らなかった。これは2001年にオートバックスが、スポーツカーを作るって言ってうちで作ったオリジナルのガライアっていうスポーツカーなんです、はい、で当時はエンジンが乗ってたんですけど、それをモーターと、バッテリーを積んで、まあ、EV 化したと。はい、ありがとうございます、はいはい、続いては東洋タイヤさんのブースにやってきました。はい、またタイヤ屋さんということで、はい、このブースをね紹介してくれるのは宮園拓馬さんです。宮園です。今年も皆さんよろしくお願いいたします。なんかさ、こういう服着ると急にかしこまるよね、あなたね。やっぱ一ね東洋タイヤという会社の社員として働いてますので、ちゃんとそういう風に振る舞うっていうのも。わかった緊張してるんだろ。はい、はい、めっちゃ緊張してます。緊張してる宮園さんとお届けしていきたいわけなんですけれども。結構ね、目玉の展示があるっていうふうに聞いて、ワクワクしながら来てます。今年本当にね、車両すごい気合い入ってますので、今からご紹介できればと思います。はい、じゃあ早速ちょっと1台目からお願いします。はい、はい、というわけで宮園さん、1台目のお車ということなんですけれども、これです。なんだこれは。僕もね、初めて見たんですけど。これマツダのサバンナの RX3 という車で、こちらで、マット・マイク選手、ドリフトの弊社がサポートしている選手なんですけど、今年からこの車で D1 グランプリに参戦します。これはなかなかマット・マイクさんが、はいはい、D1 に出るということで、マット・マイクさんがついに、ね。はい、D1 出るの初めてじゃないですか。フォーミュラドリフトとかはね、出れたと思うんですけど、長らくですね、はい、フォーミュラドリフトジャパンの方に出られてたんですけれども、今年から D1 の方に捕獲参戦のところで、はい、車両も新規一転、このね、サバンナというところで参戦になりました。はい、こちらの、はい、プロックセスの R888R というタイヤになります。はい、どうですか、なかなかタイヤって見たことあります、こういうふうに。そうですね、なかなかないんですけど、こういう。なんかちょっと特徴的な溝が、はい、これはどういう役割をしてくれるんですか？はい、そうですね、はい、一般的なタイヤだと縦溝がいっぱい入ってて左右対称なんですけど、はい、まずこのタイヤは左右対称になっていて、でサイドに溝が入ってるんですけど、ここでグリップ力を増すっていうところがあって、ドリフトのタイヤって車を滑らすんですけど、グリップ力が非常に必要になってくるので、そういったところでもこういった切り込みが入っている形になってますね。はい、ありがとうございます。ドリフトの車ってそれこそ1000馬力とかね、うん、選手によって1200馬力ぐらい出したりするんですよね。だから F1 よりもパワーあるんですよ、車によっては。なのでこういう、はい、できるだけこう溝が少なくていっぱい地面と接地できるようにしてる。なるほど。昨年はね、東洋タイヤさんの、はい、タイヤを履いた藤野選手チャンピオンを取りましたからね。はい、はい、藤野選手がチャンピオンを取って、松山選手もシリーズ2位で、もう本当東洋タイヤとしては最高の1年になりましたので、今年も D1 グランプリの方では連覇目指して頑張っていこうと思っています。はい、ということで2台目のお車なんですけれども、宮園さん、はい、これ GR スープラですよね。はい、はい、そして我らがねよくお世話になってますグランツーリスモの鉢巻きが貼ってあるということは、はい、こちらは、ニュルブルクリンクの24時間耐久レースに出場している車両になります。はい、24時間耐久レースってあるんですけど、すごくないですか、これ車24時間ぶっ通して走る車なんですよ。人も大変ですよね。人も大変です。寝ないんですか。4人交代です。4人で、はい、よかったです、はい、っていう車がこのスープラっていう車です。はい、MF ゴーストでもね走ってますからね。はい、でこの車は、まあ、トヨタイヤさんでねずっとはい、長く参戦されてると思うんですけれども、はい、この車の、まあ、特徴とかコンセプトみたいなところを教えてください。はい、こちらの車ですね、 GR スープラなんですけど、GT4 のエボモデルといいまして、まあ、レース用に開発されている車になるんですけれども、まあ、基本的な外観は、まあ、市販車そのままで、ヤールパーツはいくつかついているのと、あとはレース用に、チューニングも施されてまして、そうですね、去年のニュルブルクリンク24時間では、クラスで5位という成績を収めています。はいはい、でその足元を支えるこの、はい、プロクセスのスリップタイヤですね。こちらはもうニュルブルクリンク専用に開発されてまして、本当にもう毎戦毎戦、新しい技術が投入されているようなそういったタイヤになりますね。はい、この宮園さんは現場にもね、はい、帯同しているっていうことで、そのね多分生の現場を知ってる数少ない日本人の一人だと思うんですけど、はい、このニュルの24時間レースのまあ魅力と、うん、東洋タイヤさんとしてのその目標みたいなところぜひ聞きたいんですけど、はい、まずその競技としての魅力というところでは、やっぱり世界でも最大の耐久レースというところで。ちょっとやっぱ雰囲気まず華やかなんですよ。ただその中でも非常にハイレベルな戦いが展開されてまして、で、私たちは、まあ、そういったそのフィールドの中で、本当に、24時間走り続けるという過酷なレースですし、コース自体が本当に高低差もあったり、天候も急変したり、本当タイヤにとっては過酷な競技なんですけど、まあ、その中でそれに適したタイヤを開発して、好成績を残して、アピールするとともに、その技術を皆さんにフィードバックするというのが大きな狙いになります。はい、はい、ということでね、宮園さんと一緒に東洋タイヤブースをお届けさせていただきました。はい、これからも応援してください。はい、続きましてトヨタガズーレーシングのブースにやってきました。はい、来ました。というわけでね、TGR のブースにやってきたわけなんですが、はい、結構ねトヨタさんはトヨタガズーレーシングっていう、はい、まあ結構レースにねやっぱり力を入れている、はい、レースのノウハウ、あとは実際の、うん、皆さんが買える車にもフィードバックしてるっていう車は先すごく多いんですよ。はい、はい、だからトヨタってねプリウスとか、うん、そういうイメージあると思うんですけど、はい、でも結構走るの楽しいよっていうイメージやっぱりこう前面に出してるのはこのオートサロンならではっていうところですね。はいはい、さあじゃあちょっと練り歩いて気になる車見ていきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあまずはねこっちから行きましょうかね。やっぱり私はこういう車がかっこいいなと思います。はい、間違いなくさやちゃんスーパー GT 好きだね。そうですね。はい、これもスーパー GT に出てる車、これはね GR スープラがベースのレーシングカーです。なんかあんまり顔が違うように見えるんですけど、それはやっぱりレース用だから。はい。あとこの車は去年のチャンピオンマシンです。お、すごい。はい。au トムス GR スープラっていう名前で去年チャンピオンを取ってます。素晴らしい。はい、というわけでね、他にもいろんな車あるんですけれども、はい、なので僕説明しだすとこういうの止まらないんですよ。はい、ちなみにねこれラリーカーです。 WRC。 はい、我々もね参戦した WRC のまあ一番上のクラスです。一番速いです。はい、まあこれはね2021年の参戦車両ですけど、かなりねそのさっき見てもらったフォーミュラカーとはまた違う形をしてます。なので雪道とか砂利道とか、あと普通の道も走れます。高いですもんね、車高が。さっきのと比べて。だから普通にしてても見てもらうとやっぱ車高高いですよね、ちょっとね。そうですね、普通の車よりも。でまた色々飛んだりするから、飛んでる時はねめちゃくちゃこう足が伸びるんですよ、タイヤとかビヨーンって。クッション性がある。クッション性があるんです。はい、まあ、ちょっとね今練り歩いてたところだったんですけど、どうしても気になる車があるということで、今立ち止まってみました。なんかトヨタじゃない車があるんですけど、なんでですか？確かにジムニーがなぜかあるということで、まあ僕もねさっきちょっと気になってたんですけど、なんとこちらの車、森蔵の愛車を展示ということで、これ森蔵さんの車らしいです。もう大企業の会長さんが、まあ、御自らトヨタの車じゃなくて他のメーカーにも乗ってますよっていうことで、これなかなかすごいですね。トヨタのことを展示してるわけですから、森蔵さんこれ乗られてるってことです。すごいですね。そうですね、車大好きなんですね。そうですね、羨ましいです。はい、続いては松田さんのブースにやってきました。松田といえば結構ねロードスターのイメージ強いと思うんですけど、なんかちょっと普通の見た目とは違う、ちょっと雰囲気の違うロードスターが展示をされていたので、ちょっとそのあたりについてクスさんにお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。車の色とステッカーと内装の雰囲気ともすごくかっこいいロードスターがあるなと思ったんですけれども、このロードスターは通常のロードスターとどのあたりが違ってるんですか？はい、この車はですね、マツダスピードレーシング RS コンセプトという車で展示させていただいています。でこれはですね、今マツダスピードレーシングって今こう書いてあるんですけども、はい、このサブブランドを立ち上げてお客さんに車ってワクワクする楽しいものだよっていうのをもう一回こう体験いただくものであったり、ことづくりをしたいと思って我々今立ち上げてます。で、はい、その活動の成果として後ろにスーパー耐久のマシンがあるんですけども、はい、そういった耐久レースだとか車作りで得たですね知見を入れて、街中からサーキットまで楽しく走ってもらえるような、車が作れないかって言って今検討しているもののコンセプト化になります。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ仕様的には、はい、まずすごくもう内装のこのシートもロゴが入ってものすごくかっこいいんですけれども、具体的にはどのあたりのチューニングが一番力が入ってるんですか？はい、まずこの車ですね、先ほど街中からサーキットまで楽しく走れるということで、サーキットとかで走っていただくのに必要なバケットシートをつけてます。はい、で素材とかはですね、今度は逆に街中で上質な走を味わっていただける。でもしくはやっぱりロードスターずっと乗ってこられて運転技量が上手になって速い車も欲しいけど少しこう質感の高い車が欲しいってお客さんに対して、そこを満足いただけるようにこのアルカンターラバックスキンのものをインパネとか手で触れる部分、体が触れる部分全部こだわって統一して、今までのない車の素材を使っています。ステアリングのところまでもすべて、そうです。だからステアリングホイール、パーキングレバー、シフトノブ、手で触れるところ全部同じ素材になっています。でシートも一緒ですね。はい。でこのリアコンソール、であとこのデコレーションパネル、でドアトリムもはいすべて同じ素材で統一しています。はい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 。もうこれはもう座った瞬間からもう目に見える範囲も楽しめますよね。はい。なので座る前にまず見た瞬間、で触れた瞬間、座った瞬間。全部こうさっき言った世界が味わえるような形になってます。はい、あとはその、ホイールとかも、はい、変わってたりとか、はい、あとは結構ボンネットの中も気になったりとかしてたんですけれども、基本的に今これコンセプトカーなので仮の仕様ではあるんですけども、先ほど言った、サーキットでも楽しく走れるということをイメージして17インチのホイールに、はい、こういったブレンボのブレーキ、はい、でそういったものをつけさせていただいてそういった世界を表現しています。日本では今搭載されていない 2000cc のエンジンを、ソフトトップのボディに組み合わせて今検討しています。 RF とかに積んでいるものと同じエンジン基本は一緒なんですけれども、そこから少しでも性能アップをこの車に関してはできないかということを今検討しています。そうなんですね、はい、これは将来的にはいつ頃こう販売だったりとか、市場に出てきたりとかってなったりするんですか？今まさにそれ検討中で、ぜひ楽しみにしていただけたらと思ってます。はい、ありがとうございます。あとちなみに僕エアロも気になったんですけど、この塗り分けもそうですし、これデザインとかは通常のこのエアロ自体もこの車専用で用意できないかということで今検討しているものの一つになります。はい。初めて車を見る方だったりとか、もう女性に向けてもっていうところで、ちょっとぜひ松田さんの車の魅力を一言いただけないかなと思ったんですけれども、一言で言うと、我々の車っていうのはやっぱり意のままに操るっていうことを大事にしてます。で、意のままに操ろうとすると、やっぱり人も一緒なんですけど、コミュニケーション、対話ができないといけないよっていうことで、我々の車、ドライビングポジションとか、人が操作をした時の車の反応にこだわってます。で、どういうことかというと、まずドライビングポジションは人が運転しやすい姿勢を小柄な人でも大柄な人でも取れるようにドライビングポジションが取りやすいようにいろんな可動部分を設けてます。ですので、自分が運転しやすいなっていうところ、ディーラー聞いていただいたらこうやって合わせるときちんと合わせますよっていうレクチャーできるので、それで合わせていただいて、で優しくハンドル握って話しかけるように操作してもらうと、車の方から話しかけた分だけ返事が返ってくると思うので、そういった対応を楽しんでいただけたら、車の苦手意識なく楽しく運転いただけると思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで松田さんのブースをお伺いさせていただきました。中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。